北海道にはアイヌ民族の営みが伝えられます。コロボックル、イオマンテ、カムイ、アイヌ独自の言語と文化を現代に伝えています。アイヌ民族は主に北海道、カラフト、千島列島に居住する先住民族です。起源については諸説あり明らかにされていませんが、キキ神話にあるエミシとの関係が指摘されています。ムックリは口琴という楽器。はい、この楽器はですね、竹でできたアイヌの代表的な民族楽器というふうに言われております。真ん中に仕掛け弁があって、これが振動するんですが、この振動はアイヌの楽器は糸を引っ張って振動させる楽器になっています。この振動がある程度鳴るようになったら口元へ持ってきて、口を開けたり閉じたりで舌を動かすと、ちょっと遠くに狩りへ行った男性を思って女性の方が弾くというようなシチュエーションもあるようです。トンコリは伝統的な琴、開放弦を弾いて演奏します。このトンコリの形なんですけれども、人の形を表していると言われております。上から頭、首、そして首の横にあるのが、耳だと言われていまして、長い胴体、その胴体の真ん中には、私たちでいうおへそがあります。そして中の方は空洞になっておりまして、中にはガラス玉、石ころだとかそういったものが入っております。でこの石ころ、ガラス玉っていうのは人間でいう、魂、心臓というふうにも言われております。でこのトンコリというのは、気が向いた時に自分の思いとか楽しい思いだとかそういったものを表現するのに奏でたり、それから子守歌だとかそういう子供の遊び歌、その他にも儀式だとかそういうお祝い事などにも、このトンコリの演奏の伴奏に合わせて踊られるというふうにも言われております。2009年ユネスコの無形文化遺産に登録されたアイヌ古式舞踊です。民族音楽は衣装や楽器と密接に絡み合いながら固有の文化の文様を形成しているのです。